皆さんこんにちは、のっちです。今回プレイしたゲームはこちらです。コンコルディアです。それではご覧ください。どうぞ。ズンダモンなのだ。あかりです。今回はコンコルディアのゲームを解説するのだ。はいはい。コンコルディアはカード構築のゲーム。カード構築とはカードをいっぱい集めたら得点になるのだ。このゲームには6人の神様が登場するのだ。ウェスタ、メルクリウス、マルス、ユピテル、サトゥルヌス、ミネルヴァの6種。これら神々はカードの下に描かれているのだ。このゲームは神様と得点の関係を説明した方が分かりやすいと思います。そうなのだ。そこでまずは得点方法から説明するのだ。これがゲームボードなのだ。ここに駒を配置していくのだ。まずはユピテル。ユピテルは建物の数を数えるのだ。例えばユピテルのカードが3枚あれば建物が5個あるので勝利点は15点になるのだ。ユピテルの枚数と家をかけたものが勝利点になります。次にサトゥルヌス。今度も家が関係しているけど今度は属州なのだ。家を1つでも置いてあれば得点することができるのだ。この例の場合、例えばサトゥルヌスのカードを2枚持ってるとすると、家が属州の5個あるので勝利点は10点なのだ。属州とは国別に色分けされた国境のようなものです。そしてメルクリウス。このゲームに登場する生産施設は5種類。自分の家が配置してある生産施設を数えるのだ。この例の場合、ワイン、織物、道具、食料の4種類あるのだ。物品1つにつきに勝利点 4×2 で8点。カードが3枚あればさらに 3×8 で24点になるのだ。メルクリウスのカード1枚で得られる勝利点は最大10になります。次にウェスタ。最終得点時、物品をすべて売却、資金10につき勝利点1を獲得するのだ。例えば手元の資金が38だった場合、勝利点は3点。ウェスタのカードが3枚あれば9点になるのだ。最終得点の時、物品を資金に変換するのを忘れないでね。そしてマルス。ゲームボードへ投入した入植者1個につき2勝利点獲得できるのだ。この例の場合、入植者が4、1枚につき8点、カードが2枚なら16点獲得なのだ。入植者は全部で6個あります。多く投入した方がいいってことですね。最後にミネルヴァなのだ。各プレイヤーに配られる初期配布カードではなく販売カードにのみ存在する神様なのだ。この例の場合、勝利点4の酒塩カードがあるので自分の家があるワイン都市を数えるのだ。家が3個、勝利点が4、合計で12勝利点を獲得できるのだ。得点計算の方法は以上です。次に手番になったら何ができるかを説明します。各プレイヤーに配られるカードは7枚6種。基本的にこのゲームはカードを出しアクションを実行するだけなのだ。簡単ですね。簡単なのだ。ここからカード6種類を詳しく解説するのだ。まずは建築家。入植者の移動と家の建設のためにプレイする。移動力は入植者の総数、つまり入植者が3つあれば3移動できるのだ。間違えやすい点として、入植者は町と町の間、道路と回路に配置します。移動を終えたら家を建設できるのだ。道路や回路に隣接する町へ建設が可能。もちろん建設にはコストがかかるのだ。コストは生産施設によって変わります。一つ建設するごとに物品と資金の両方を支払います。すべての都市でレンガが必要ですが、レンガ都市だけは食料と資金1で済みます。そしてトーマには誰も家を建設することができません。次は商人なのだ。まず資金を3受け取る。そして商品を2種類市場で売買できるのだ。2種類の商品の売買なので、その商品であれば数量は自由に売買できます。この12枠あるプレイヤー倉庫を超える物品の売買はできません。そして物品の売買価格は固定で倉庫の上部に描かれています。次のカードは長官なのだ。手番プレイヤーはまず任意の属州を選ぶ。そのタイルに描かれた物品を獲得する。その属州に他のプレイヤーの家がある場合も物品を生産できるのだ。例えばここガリアを選んだら、手番プレイヤーは織物を獲得します。そしてガリアの属州に家を置く。すべてのプレイヤーは各自生産物を獲得します。この例では
青はレンガを、黄色は道具を、緑は織物を生産します。そして、その属州にあるタイルを裏返します。逆を選ぶと、今度は、タイルに描かれた額の資金を獲得することもできます。次は元老院議員なのだ。手札を2枚まで買えるのだ。もちろんコストが必要なのだ。例えば、この左端のカードのコストは、カードに描かれた物品だけ払えば獲得できます。そして、このカード、これは、カードに描かれた物品と、ハテナマーク、これは、任意の物品を支払う必要があります。そして、このカードは、カードの物品と織物が、2つ必要になります。次は外交官なのだ。これは他のプレイヤーが使った後、捨て手札置き場にある、一番上のカードを実行できるのだ。他のプレイヤーのカードを、コピーして使える、便利なカードですね。最後に5民間なのだ。使ったカードを回収するとき使うのだ。4枚目以上、手元に戻した場合、1枚につき1資金獲得できるのだ。例えば、5枚カードを回収したら、2資金、獲得できるのです。その後で、入植者を1個購入できるのだ。コストは道具と食料、倉庫からローマに配置するのだ。これでゲーム解説は終わりです。お疲れ様でした。コンコルディアは難しいゲームじゃないのだ。手を動かせば、あのままでもプレイできるのだ。それでは皆さん、また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、1個ずつ進ますか、1つを2個進ますか。で、移動の後に家建てれる。じゃあ、とりあえず、ここしかねえ、カード出さないと。移動。移動？カードを、カードを出し、表に出さんと、それ使うっていうことができんけ。どれ移動させるの？建築か。どうぞ。はい。なんで俺に出すの？ここ前に。これいつ戻ってくるの？さっき今、ゴミンカーってあったの。なんじゃったの？ ああいうの出して。で、ここと、まあ、取るしかねえよな。ちょっと待ってよ。海行け、海。今、絹いらんな。ここ建てれんじゃん。レンガ。レンガ。ここはレンガ建てる。いや、もう一個、二個行けるの。ああ、そういうことか。これもう一個行ってもいいね、はい、先進んでもいいね、こっち、こっち、でもこれを それは動けんけど、そうじゃ、そういうことじゃろ、うん、それを今考えようと、ね、ここ行こうか、で、で、鉄だけで、3で3いるで、で、4か、俺も移動しよう、建築が同じことやあ？行かろう。レンガ都市まで行こうか。考えてしまうじゃろ。うん。レンガ都市まで行くわ。1、2、これ行こう。これ何？どうすんじゃったっけ？建築で？出していける。建築みんな出したの。建築はやん、うん、移動させる、これ2個割り振ってもいいよ、1個ずつ1個か、どっちでもいい、割り振ってもいいし、1個ずつ行くか、うん、いっぺん2個、うん、移動せずに片方を2個行くかっていうことらしい、これ移動させてこれ建てれるんやろ、ここでもレンガと絹と5円入れるかけで、レンガと絹と5円、まあ、うん、払えるんや、払えるよ、こういうシルバーやな、うん、V って書いてある、 V、 やったれ、うん、それで、うん、ここ同じところ立ったってんやな、うん、通過は可能ですが他のプレイヤーコマのある道で移動を終えることはできません、 2円と勝った序盤で大声で俺も勝ったないねシェンカはこれ負けたなって言うね逆を言うここって近接両方できる、うん、できる、その材料があるやん、もうすでに資金なんだけど俺、うん、
もうすでにねえでかい。でも商人で売るしかない。これもらうやつ。長官？これ買うの、これ買うのもお忘れなくなる。それなんで買えるの？人がええと思うよ。商人もあるし。ちょっと買おうかな。これがなんか元老院。2枚まで購入できて帰ってくる。これでしょ。ああ。そしたら金もらえるし。どれ捨てる？使わないやつ。どれ捨てる？まあ、考えよう。考えようんだって。あ、言わんかった。あのな、道は道に1人しか1個しか立てないのよ。はい、あの、なんていうの、人もね、おれんのよ。通過はできるんだけど、そう、同じます、うん、同じことです、同じことです。まあまあ稲、うん、使うから、稲ね、稲あろうと思えんかな。白かね、白。はい、もうまだずれんのかって。うん、ずれる。あ、ずれずれずれ。どうぞ。これ外交官、これセンターのこれ建築家を使う。もう立てれる？立てれんか。もう出したらダメよ。出したらダメ。もう出したらダメよ。きちいぞ。よし、稲都市行こう。稲都市。1、2、これ稲都市。あれんかがね。もうダメ。もうダメよ。まあ動かすの戻してもいいけど、カードは変えれんな、もう。っていうかもう全部レンガいるし。そうだ。ああ。もうダメか。レンガ近くねえか。ねえな。ほんまレンガいるな。あ、これはいかんな。ちょっと待って。まあええわそれで。うん。もう行って。いやレンガってどうやって手に入れるの？買うか、商人で買うか。あ、商人で買うしかねえか。え、これ生産はできんの？できる。生産するのが今より活性化っていうやつね。これを生産したかったら、これを活性化させる。うん。ワインを取って。たらワインもらえる、これ1個もらえて、ここの地区を生産します。でも、したらこれ裏返るけ。うん。リセットするには、またまた生産できる。カード買えよかった。カード部長の後追いをすればいらんことしたな。商人出した時点で3もらえるんだ。3もらって商品売る。なんか活性化させたら戦火炎も得するな。いや俺ここ活性化させたよ。あ、そうしたら一緒じゃん。いや俺がいいよ。共に栄えようぜ。幹事とこだけ？これおらんの？おらん。もう商人だ。何だった？商人。うん。何売った？金の。元老院。2枚。これとこれ。鉄を。鉄と。あ、これってさ。ワインと何か。なあ、売買、ちょっと、売買するって書いてるが、売るだけ、買うだけ、両方できるか。売り買い、売って買ってもいいし、売ってもいいし、買ってでもいいし。買ってもいいかな。そしたら、稲買う。稲とレンガ。なんで生まれレンガあんのと。あ、稲とレンガやったら2種類ならいけんのか。1種類しか買えんな。そしたら、レンガ2個買えない。レンガ2個買ったらどうなる？レンガ2個買えない。レンガ2個になるけど、まあ、レンガ2個買おうか。なんぼ？はい、俺も勝利。3… いや、ん？行ったか。行ったか、さっき。あ、なんであんだい？こうたる。こうて？違う。いや、俺は、じゃけ、1種類しか商人やってねえけ。あ、そう、それが勝利した。今日だね。あ、すいません。もう回ってきた。回ってくる。もう、ほんまに。みんな待っちゃったんじゃん。
いや、そう、これ戻ったっけな、どういう意味かなって言おうたよ。これは先が長えぞ、これ。長え長えぞ。外交官、外交官、商人、商人、商人、連歌。これってさ、これは3もらえ、もろってね。あ、3もろって、いや、これ5もらえるよ、これ。そっちもあるね。あ、そうそう、これをコピーするんだと5もらえるよ。なんで、あ、A の、A のが、あ、コートカード、わ、すげえな、わ、それええな、5もらえる、うん、なんかあんた、A、マジ何気に A の取っとんだよ。5もろうて、それで、商売です、商売できる、うん、2種類まで、わ、それええな、なかなか、外に行けねえな。飛び出していけない、飛び出す青春じゃん。飛び出す青春って原作の方かな、まさとしの方かな、どっちかな、な、飛び出す青春知らん。そんなん、そんなん俺ら妙か。縁がいるよな、いる、11だすけな、縁が2と鉄が、これ十分なコピーできる、ダメです。また何か企んでいるのだ。やはり脳回路を改造するしかないのだ。CP できる。CP できる。ピーコできる。できる。外交官。だからコピーされた。あ、俺も外交官あったな。いや、次だってもうダメか。かぶるゲーム。こんならこれ。7にしよう。あと、麦、あ、金だね、2種類、うん、剣、うん、剣でそら、不一致をしようとした、厳しいな、誰かなんかやらかさんと、ツッコミが入らんハラン、ハランがね、ハランが俺ら3人でしようから、割とスーって言うやん。珍しい感じ、間違うたな。ツッコミ入れとこでいけるずんだくん、ずんだくん3人、ずんだもんだ、ずんだもんなのだ。活性化したらこのものはもらえるし、これももらえる、そこを生産する、みんな生産します、うん、した人がこれをもらえる、活性化もええな、やったことあるな、言うたわりにはほとんど覚えてる、みんな覚えてないかな、思い出した、ここ思い出した、ここ活性化しよう、鉄や、鉄ひっくり返して長官出して、鉄と鉄二つやな、鉄を二つ、で終わり、うん、はい、商人、全然建築不足なんだ。これは長えぞ、長え長え。ゴミ缶だぞ、あ、いや大丈夫、こっから出撃できる、じゃあ麦と鉄田さんって、麦と鉄やな、出しません、なんで、あるか、出しません、スカウモトなんか、ああそう、出撃させればいいんだよ、持ってねえんじゃねえ、良いです、ええ、シェンカナツは、うわ、さっきのあれはコピレンの、うん、もうねえか、持っていくのに戻るけど、もうねえ、いろいろ策をねじょうねえ、うん、悪な策でショッカーとして、それでこそバモさんだろ、どうしよう、商人にしようか、なんで見つめる、俺じゃねえ、次こっち、外交官ピーコ、部長のあれ商人、はい、8で払ってネギを2つもらう、同じパターン今日おるな、立てようしおるな。いや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 、建築家たまたますよ、俺ずっとたまたますよ、これ動かせるんやな、次外交官来るで動かせるな、はい、1,2 外交官来るで、たまたますよ、こっち、すげえな、シュー取ったが、1,2 長官うわすげえな、失恋だ、なんかぶっちぎり出したな、2,1,6,7,7、あれがねえな、どうしようかな、
職者。どこで飛ばそうかな。またローマから行った方がいいんかな。ないわ。行った？リクロ行こうか。こっち行こうか。教官。中心部分はもう全部取られたけ。外に出ていくしかねえ。出ていくしかねえな。召喚使って、これ稼いで。鉄が使った。よろしいか。鉄の工具じゃ、鉄棒じゃ。よろしいか。はい、5民間で、5民間で戻るね。1,2,3,4,5,6,7 じゃ、何もない。で、これあのネギと鉄で船で、はい、最近、藤岡弘もフォローしようけな。いやー、いや。5民間、1,2,3,4,5,6,7,8,9 スケキ大体、ローマ入植者だね。ローマだけ。ローマな、みんなスケキしたもん、これ、うん、まだみんな残ったもん、これ残った俺見れて、俺緑ねえ。見つめられた。いやー、こっち見る。こっちスケキしたのか。ええ、行って赤い人か行って、あ、こっち帰ってもいい。行くんかい。こっち帰ってもいい。うん、これやったらあ、いいかも、これで、はい、あ、ええ、行って違う、これでもう、棚がないよ。ええ、行け外交官で、幹事のピーコ3のやつ。5のやつはこの人しか持ってない。パンパンじゃな。ちょうどいいな。これガラガラなんだけど。もう鉄に1を足して武道士もらった。うん、3円もらわれた。あ、3円もらわれた。ありがとうございます。感じ。何もくれてもええよ。親切なの。親切なの。これクリーンファイトです。俺と一緒やか。この子、はい、うわなんかみんな続々と出撃してきよるな。出撃してきよるな。長官2個あるけ使おうか。ああ。戻ってくる。いやもうなんか儲かってしょうがねえ。儲かってしょうがねえ。そうな。ポロポロポロ。うっちょいや、だって俺自分のとこを活性化させんといけんけ。戻すしかねえから。どうしよう。コンコルディア前編はこの辺で終わりです。皆さん資金力をつけ徐々に勢力を拡大し始めたようです。どうしよう。面白くなるのはこれからです。それではまた後半で会うの。